皆さんこんこにちはなるほどで,んです今日はですねダッシュでバトル謎の組織に追われてっていうちょっと発音が <laughs> に追われてというゲームで遊んでいきたいと思いますアクションゲームでちょっと検索したら、えー、こちらのゲーム100万ダウンロードされてましたのでビルをダッシュで駆け抜けるそんな無謀な職業が世に認められついにオリンピックの正式競技にまでなったダルビッシュ・ <laughs> ビ,ルビルダッシュがねいやみんなえそうでしょ今みんなダルビッシュって,てよ読みましたよね嘘ですかビルダッシャーになったのかなるほど改造人間ビルダッシャーですね それでも100万ダウンロードはすごいですよねちょっと練習させてください画面の説明そうですか主人公ビルちゃんですねいいですねちょっと私タップ操作苦手ですからね自動で走ってほしいもんですカプセルですか 何かもらえるんですかね。おぉ、なんて優しいんでしょう。一回落ちてもハートが一個減るだけなんて、普通のゲームだったらゲームオーバーですよ。ゲームオーバーですよね。んあ、これタッチ、あ、な、とにかく画面タッチすればジャンプしてくれると。あ、いいですね。簡単ですね。二段ジャンプ なんんででこ,こからやや,やこしくするんでするトントンと例えばトン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 ひななにトン,トン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 ,トン,トンーローリングジャンプ大きく飛び越えたいとういうことですかタ,タッチして押したままおなるほど トントントンあえあなるほど2回ジャンプした後押しっぱなしにするとローリングもしてくれると1回でも当然いいですしほんま行きましょう <laughs> 落ちちゃったけどあよーしこれはもう簡単でしょう あら、<laughs> 磁石がなるほどですね、まあ、これは余裕ですね <laughs> なんで <laughs> 今なんで飛べなかったんですかえなんでなんでちょっと次行きますけどねえー、なるほどあー勝てばいいってことですね 分取りポイントもあるわけです、ね、えなんでしょう現在の分取りポイント。バトルに勝つと敵の装備品を一つゲットできるんだ。今回だと、このシューズか。ここと、ここのスパイとどういう意味ですかこれ <laughs>。んですか足の裏これ <laughs>。スパイク。懐かしいですね。スパイクなんて陸上部ぐらいじゃないですか使うの。 えどうすればいいんですかああこれなんだアクションじゃなくて普通に選んでいいってことです自分で好きにあー分取りポイントがいるってことですかああなるほどはい分取りますやりましたなるほど分取りました いや、面白いですね。ざっくりしたマップですね。私が手書きしたらこんな図になりますけど。ザコとバトルして強い装備をぶんどろう。なるほど。装備ですね。なんと、パラメータが。結構アイテムありますね。あ、スピードが上がったわけですか。 いやええー、これいいですね。なんか、育てる、育てるというか。んチャットがあるんです。他のプリンの方いるんですかえ、この空間にえ、終わりですかどういうことですかもう出てこないと。じゃあ次いきます。なんですかバトルするとボスに挑むね。どういうことですか 金貸すぞコラって言ってますねこれはおー早っなんか落ちるんですか <laughs> わあ。もうほぼなんですかねマリオじゃないけど 1> コインラッシュと1キャップしそうもう1キャップしてるじゃんい。百百1 0 0いってるとつるルるゥル,ゥルーンってやつお分取りタイムですかこれを分取ろうと思ったら6700いるんですか1400分取れないんですけどボスに挑めばいいんですかね ボスビルダッシュ U この U ってなん,なんで U なんでしたっけ <laughs> すごいですねそれじゃビルを走るってビルの屋上ってなんかビアガーデンぐらいしか行ったことないですけどねまあ普通開放されてないと思いますけどおお磁石いいですね あれ、敵、ボス落ちないと勝てないんじゃないですかいや、勝てないじゃないですか <laughs> ええー、そんな、そんなことありますかまだ始めたばっかりですけど。レベル上がるんだ <laughs> 手術のる。シューズが。広場でレベル上げよう。推奨レベル8。いや、全然足りないじゃないですか。ネトライしますかまあ、無理でしょう <laughs>。 今、レベル8いるって言われたら、広場。あ、これですかえなぜレベルがなんですかねえっ、ー、と、このバグが気になりました。あ,あ、バグがあったらってですね。で、えー、サイトチャ、チャット見てみましょうか。 ロビーじゃないですか <laughs> あなるほどそういうことですかで一旦停止します戻ってまいりました戻ってきてよかったですこのまま戻れないんじゃないかと思いましたバッチリ広告を見てきましたよモンスターストックも10匹追加されるというですねなんと嬉しい 何なんだこれは一体 <laughs>、私は一体何をやってるんでしょうかあ、これ主人公なのかなえ、これ、あれですよね。ビルを飛ぶゲームですよね。ここでモンスターちょん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 やるゲームじゃなかったような気がするんですけど。ちょっとバトルします。とにかくバトルしてあれですかね。相手からシューズの裏のスパイクかなんかをぶんどって、 どんどん速くなってボスを倒していけばいいっていうまあそんな感じですかねああなんで落ちたんだろうまあタップできなかったからですねちょっと待ってさすがにこんなところで負けたくはないなんかまあ別にコイン集めるコインが BP でしたっけ いっぱいコインを集めながらいいですねこのくるくる回るの楽しいですねおおギリギリあれなんか ?BB あっ BB がたまっていくってことですかハイパーシューズ9800でもこれはも普通に まあ、なんでしょうラッキーが上がるシューズ取った方がいいですよね普通にじゃあこれで私は何回か <laughs> 遊べばいいんですかねまあなんか一応あれですね <laughs> 毎回違う人と当たるんですか まあ敵さんが下に落ちてくれない限り私は勝ち目がなさそうですけどでもなんかジャンプしたらあれですね距離があ,あなんかステージやっぱ違いますね毎回それは嬉しいですね毎回同じステージだったら開きますよねもうなんか次ここでジャンプすればもう飛べるもんああ <laughs> 飛べなかった なんだろうこんな簡単にタップするだけでいいのになんで落ちるんでしょうね。か私ミルクチョコオンラインっていうゲームで遊んでるんですけどよく落ちるんですよね。やっぱ落ちるなるほど。どこでも落ちるんですね。おお、4200だったらもうちょっとって買えそうですけど。<laughs> これ、この前、取った装備じゃないですか、これ。右側なくなってる。<laughs> これ、私がぶん取ったからです。 なぜこの敵が入ってるんでしょう使い回してるのかなだからシューズの種類は決まってるってことですかね。もうちょっと広場でモンスターが。そもそもモンス,モンスターじゃなくてあれですね。またあれですか。なんかさっきからなんかどんどん。 インターネットの方につながっていこうとするんですけど <laughs> これは主人公の今のあれプロフィールじゃないですけどステータスってどうやって見るんでしょうね設定でしょうかどういうことですかね図鑑あった主人公図鑑やりました えー、これレベルで主人公が形違うってことですかめっちゃ協九99まであります。すごいですね。なるほどですね。ここモンスター、モンスター図鑑ってことですね。いやだから主人公のステータスを、どこだろう装備で見るしかないのかな 謎のシューズ、私持ってますね。じゃあこれ、分動って意味ないってことですかなるほど。まだまだ先は長そうですね。ということでですね、えー、今回動画、えー、以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。いや、なんか、暇つぶしに遊んでみたら、ちょうどいい、面白いゲームでしたね。 ま先は長いので、なんか本当に時間が空いた時にちょっとだけ遊んでみるっていう感じで、また進めていきたいと思います。まあ、その時ですね、また動画、まあ、ボス戦をメインでお送りしたいと思いますので、えー、ぜひお待ちください、えー。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。